皆さん、おはようございます。再び山からのご挨拶、筋切りとね、袋詰めがようやく終わって一段落したんですが、今年遅れてる梅雨入りがね、この週末から来週以降にかけてかなり山も雨が続きそうなので、7月に入ってから予定していた、洗い物作業、いわゆる乾かさ、天日干しで乾かす必要があるものの作業をちょっと今回中にやってしまおうということで、急遽山に上がってきました。それでは行ってきます。梅酸っぱ獣に食べられた高市さんの楽しみの一つ、梅酸っぱが獣に先に食べられましたね。私は残念。今日も山へのご挨拶です。優しい声掛けでしたね。そして今日は堀さんが反応してないね。どっか遊びに行ってるかな。今日はね、いつもより山に来るのが 2,3 時間遅いんでね、きっとどっかに遊びに行ってるかな。マルクーリー、おー、最後来た時まだ全然出たばっかりだったけど立派に育ってます。そしたら小屋の周りの方は花が咲いてるかもね。いやー、今年は雨が少ないのとまだ梅雨にしてないんで水がすごい枯れてる。そして今イワナちゃん一匹いましたね。いやー、ほんと少ない。雨降ってください。今日最初の花を見つけました。この子はウルイの花ですね。白くて綺麗です。山のガクアジサイが咲く頃かなと思って期待してきましたが、まだやっと花が咲き始める頃ですね。今年は見頃の綺麗なブルーが見れなさそう。ちょっと残念だな。山の季節の移り変わりは早いです。クワの実がびっしり。これもね、ちょうどいいタイミングの頃には虫や鳥が先に食べちゃうやつです。そして茎もだいぶ、朝の日差しでしおれてますが、だいぶ大きくなってきましたね。はい、小屋に到着です。小屋周りの来年のために残してた大丸小百合、花がもうすぐ咲き始めます。綺麗なんですよね、白い花、美しいです。では今日最初の作業はこのすだれをね、全部洗って天日干しします。今年初めてなんか虫にやられたね。目隠しのすだれだけどこっから覗き見ができる。すだれを洗う前にこのコンクリートの床をちょっとね、ほこりが多いんで水流しをしてきれいにしたいと思います。よいしょ。おお、ちょ危ない危ない。豪快に行きます。よし、OK。もう屋根掛けが終わると山小屋作業はこういう地味なお掃除が多い。でもね、これをやっていくとやっぱりね、気持ちがいいので、このね、山小屋ライフが少しでも快適になるように丁寧にお掃除をしていきます。
だれの洗浄が終わりました。これからね、天気もし今日明日はね、天気がいいので、これでしっかり乾燥させていきたいと思います。お次はこのこれです。これもね、昭和40年からずっと使ってる、いわゆるシンクです、ね、できるだけ山にあって使えるものは使おうっていうことで、これもずっと、3、4年前から使ってますが、今年はね、色を塗り替えていきたいと思います。綺麗に掃除していきます。ただね、昭和40年当時は車が多分やっと入ってこれるようになったぐらいの時だと思うんですけど、ね、できるだけ資材あげるのが、ね、物がないようにいろんなものを代用して使ってたんだと思うんですけど、この緑色のシンクもね、この母屋の屋根のペンキの残りを使って多分作ったんだろうなっていう、お揃いの色になってます。これをちょっとね、シルバーグレーに変えたいと思います。ではサビの上からそのまま塗れるという塗料を塗っていきます。でこういう塗り系は私の好きな作業です。まずは角から、塗りづらいところから塗っていきます。ちょっとね、今日日差しが強いんでテキパキとやっていかないと乾きそう。すぐ乾いてくれるのは OK だけど、綺麗に塗れる前に乾いちゃうとそれはそれで大変かも。綺麗に色が塗り終わりました。これでね、お勝手場がちょっと明るくなるかな。今日は天気がいいんで、すぐきっと乾いてくれると思います。小屋で作業してて高市さんの鈴の音聞こえるなと思って、ちょっと川に覗きに来たら、高市さんね、漁業組合員でこの山の川のイワナを管理していますが、今日はそのあたりにどれぐらいの魚がいるかチェックしに沢をパトロールしております。この山を知り尽くした高市さん、京一おじいちゃんの代から親子2世代でこの山のイワナの管理をしています。ここにね、渓流釣りに来る皆さんがイワナと出会えるように、毎年のこのチェックは欠かせないです。さて、もう一つの今日のメインはこれです。フローリングのお掃除とワックス掛けということでね、この前またしまったやつを一回全部出します。全部荷物を出せたんですが、あることに気づいてしまった私。まだね、小屋の外セッティングしてないので、この子たちがやっぱりどうやっても出せないということで、今日はこの上の段とこの中間の段とで、こことここだけっていうことで、まあ大部分ができますが、この床はね、7月にセッティングするときに持ち越しということになりそうです。では掃除を始めていきたいと思います。まずは掃き作業ですが、ここはいつも頭をぶつけるんですけど、ヘルメット帽子にしてからは頭をぶつけても痛くない。そしてね、毎回掃除するんですけど、やっぱりね、ホコリは出ますね。続いてフローリングマジックリン、汚れを落として自然な艶を出す。このね、場所によって光がなかなか入らないので、艶が出てるか出てないか正直わかんないけど、もうワックス掛けの前に綺麗に塗っていきます。確かこのマジックリンはワックス塗った後の掃除に使うやつだったと思ったんですけど、小屋に置いてある床掃除用の洗剤が見つけられなかった私。まあいっか。中段の掃き掃除に入ってきました。こっちこそ頭をぶつけるんでした。もうこの高さしかないので、もうお尻で這いずりながら
掃除していきます。この小屋を DIY してから4年が経ちますが、毎年やっぱり木の中に入る虫、多分カミキリだと思うんだけど、ね、木を掘って木くずをいっぱい出してくれます。もうって感じ。昔はね、ここで緑干ししてたので、この小屋の中が全体にいぶされて、虫は全然つかなかったそうなんですけど、今はね、もうちっちゃい虫に関しては、いいお家になってるんで、虫対策はこれから必須です。こっちはね、いろんなものをこの小屋をしまうときに置いてたので、まず水拭きしていきたいと思います。汚れがね、こうやってあるんで、きれいに拭き取って、そっから洗剤で拭いていきます。毎年この小屋出しの時の掃除の時に思うんですが、こうやってね、山小屋は毎年必ず1回ワックス掛けをしますが、家の自分の部屋は1回もしたことがない、ね、本当は定期的にやった方がいいんでしょうけど、山小屋はこうやってやるけど、そう思いながらもいつも部屋のワックス掛けはしない私です。おしゃべりしながらの作業で、あっという間に拭き作業が終了しました。それでね、風通しよくして乾かしてからワックス塗りしたいと思います。待ってる間にこのね、トタン補強したアルミテープの場所、残念ながら雨漏りしてる。これをね、なんとかまたちょっと補強していきたいと思います。補強完了。これでどうかな。ここね、この棚の中のものをちょうどここに出していって、全部びしょ濡れになってたという悲しいお知らせ。今漏れなく全部濡れたやつ天日干しです。なんとピンポイントで雨漏りに当たったこの子たち、乾いてくれるかな。では一番乾きにくい場所から行きましょう。山小屋はね、やっぱり湿度が、日中が気温が上がってカラッとしてても、やっぱね、湿度が高いんでね、まずは乾きにくい一番日陰のフローリングからいきます。電気をつけないと見えないっていう。まあ、綺麗に濡れてるかな。続きまして、もう一箇所、なかなか日が当たらない場所、ここはね、全部壁が覆われてるんで、もう DIY した時にここから風通しを取ろうっていう作りをマチンさんから作ってもらいました。ここもね、綺麗にしていきます。ではまた上段の端っこからやっていきます。上の端っこからね、徐々に降りていって、足場をちゃんと残しながら拭いていかないと、もうね、ワックス掛けは塗った後に歩けないから、日中を考えて、この狭い小屋の中で順序を考えて塗っていきます。日の当たるところに来ると見えるこのワックスを塗ったところがピカピカ、気持ちがいいですね。私の手もワックス掛けされてピカピカ。小屋の中のワックス塗り終了しました。時間がもうちょっとあれば色塗りしていきたいですが、様子見ながらちょっとチェックしていきたいと思います。気がついたらもう間もなく2時になります。中市さん、おにぎり持ってかなかったけど、どこまでイワナ偵察行ったのかな。私はね、12時に1個食べましたが、もう1個おにぎり食べたいと思います。すだれもいい感じに乾きました。そしてね、これもかなりしっかり乾いてます。なんとか乾きました。いい感じに乾いたんで、もう1回塗ってね、今年も2度塗りでしっかりこの小屋の中でも
綺麗なフローリングが保てるように丁寧に塗っていきます。やっぱりね、二度塗りするとすごい綺麗。まあ、通常ね、このワックスは一回塗りで OK なんですけど、やっぱりこの山小屋はいろいろ気温が上がったり湿度が上がったりで、なかなかこの家の小屋の中はね、一定に保てないので、二度塗りが必須です。でもそのおかげで毎年すごい綺麗。なんだかんだいつも予定よりも時間がかかってしまう小屋作業でも、そのおかげで今日天気も良かったんで、すだれがしっかり乾いてくれて良かった。毎年ね、梅雨時期に小屋出しが被るんで頭を悩ませる一つだったんですが、今年はバッチリです。いや、シンクを元の場所に戻していきましょう。印象がどう変わるかな。なんかいい感じ。電気は入ってますが、今年はきっといい仕事をしてくれると思います。じゃあ本日の小屋作業、やりたいことを終了しました。今日はね、もう間もなく始まる吹き収穫に先駆けて、ちょっと一回、チーム水江の方にトレーニングに戻るので、お土産用の吹きを収穫していきたいと思います。今年初吹きです。吹きを下から見上げる私の好きなアングル。吹きは毎年この梅雨時期のね、雨気が入ると一気に成長するんですけど、今年は、まあ、例年より早いとはいえ、まだまだちょっと細めのこの銀山吹き、これからね、1メーター以上にどんどん成長していって、太さもこんな太くなっていく立派な吹きです。ここはね、本当に毎年川の流れはそこですけど、大水が出るとここまでね、なぎ倒されて吹きが傷んでしまうので、この先に収穫できるのはなかなか珍しい。とはいえまだまだ成長途中なので、いいやつだけ選んで収穫していきたいと思いますが、このね、いいのを選んでそれだけを収穫するっていうのもなかなか手間ですが、見てください、この立派な吹き、素晴らしいです。見つけました、特大の吹き、見てください。ちょっと自撮りだと全部映りきらないですけど、これだけ大きいです。これをね、優に1メーター以上あります。立派な吹きです。今日は暑いんで日よけにできるぐらい大きいです。収穫を始めると何でもそうですが、夢中になってしまう。こんだけたくさん取れました。小屋作業も吹き収穫も終わり、小屋でずっと待ってても高市さんが帰ってこない予定よりももう2時間ぐらい時間が過ぎちゃってるんですが、どこまで行ったのかな。止めの滝まで行ったかな高市さん、早く帰ろう。高市さん発見カモシカだ。突然そうだから盛り上がる。こんにちは。オスだね、これね。どっかにメスがいるかもね。はい、どうぞ。綺麗で美しいね。高市さんと合流して家に下山し始めます。なんだかんだもう4時になってしまいました。今日は昼過ぎで帰る予定だったんですが、まあいつもの感じですね。では皆さん、今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございました。